お立ちになられている方はどうぞ席にお着きくださいますようお願いいたします。また携帯電話等をお持ちの方は討論会の途中で音などが鳴りますと進行の妨げとなりますので電源をお切りいただくかマナーモードにしていただきますようお願い申し上げます。またカメラの撮影録音等していただいても構いません。ただし席を立っての撮影フラッシュも進行の妨げまた他の参加者のご迷惑となりますのでご遠慮ご協力をお願いいたします。申し遅れました。本日司会をさせていただきます広島大学生物生産学部4年加藤愛でございます。どうぞよろしくお願いいたします。これより第46回衆議院議員総選挙広島県4区公開討論会を開会いたします。それでは本討論会の趣旨説明並びに注意事項を説明させていただきます。この討論会の目的は立候補予定者のお考え政策生の声を市民の皆様に届け市民の皆様が自らの判断で投票することを託すことであります。この討論会は公正中立を旨としております。従いまして各パネリストの発言時間は均等になりますようにタイムキーパーが発言時間の計測と終了時間のお知らせを行うことになっております。また発言の順番も有利不利が出る可能性がありますのではじめにくじ引きを行い最初と最後の挨拶各設問の一問一答について発言順番をあらかじめ決めた上で進めていきたいと思います。また公職選挙法の規制により公約です必ずやります一票をお願いいたしますなどの言葉は使用できないこととなっておりますので会場の皆様におかれましては迫力がない本当に実行してくれるのかなど誤解されることのないようご理解のほどよろしくお願い申し上げます。また客席からの声援希望中傷やじ等は慎んでいただきたいとともにコーディネーターが託したとき以外の発言中の拍手も控えていただきたいと思います。これらのルールに反する行動が見えました場合ご退場いただくこともありますがこの討論会の趣旨をご理解いただきご了承いただきますようお願いいたします。それではただいまより本日は大変お忙しい中この討論会のご出席をいただいたパネリストの方々とコーディネーターにご入場いただきます。出席のパネリストの方々をご紹介いたします。舞台向かって左から民主党空本誠樹様よろしくお願いします。自由民主党中川俊直様よろしくお願いします。日本共産党中石仁様よろしくお願いします。そしてコーディネーターは広島大学大学院社会科学研究科教授川崎信文先生です。これより進行はコーディネーターにお任せします。それでは川崎先生お願いいたします。はい承知しました、ご来場の皆様方おはようございます。この公開討論会は先ほどご案内もありましたように公正中立を
旨としております。従いまして、各パネリストの持ち時間は均等で、タイムキーパーが計測し終了時間のお知らせをすることとなっております。発言時間が短いというご意見があるかもしれませんけれども、逆に短いからこそポイントが絞れて、絞ることができて分かりやすく、説明をいただくということになろうと思います。さらにまた発言回数がその分多くなるという利点もございます。また会場内からの質問に関してですけれども、過去に質問を受けた際、公職選挙法に触れるような質問がなされるようなことがたびたびございました。そのため公開討論会の開催を危ぶまれること、それ自体、そういうことに陥ったこともございます。従いまして、会場内からの質問は、禁止ということにさせていただきます。法令遵守、公正中立が原則ですので、どうかご理解いただければと思います。さて、パネリストの皆様におかれましては、今日は多くの皆様の前で生の発言を聞いていただくという絶好の良い機会でございます。ぜひご自分の政策理念を強く訴えかけていただきたいと思います。また聴衆の皆様も新聞など報道機関を通じてすでにパネリストの方々の政策についてある程度はご存知のことと思われます。まあ、しかし、今日この場を借りてより具体的にご発言いただければとお願い申し上げます。本日は正々堂々恨みこなしで、お願いしたいと思います。なお、パネリストの方へのやじ誹謗中傷は私が促した時以外の拍手、これは以外の拍手は一切禁止いたします。やじ誹謗中傷、そして私がお願いします、拍手をお願いしますが、その時以外の拍手はどうかご遠慮いただければと思います。それでは、時間も限られておりますので、早速討論に入りたいと思います。まずはパネリストの方々から自己紹介、そして、国家ビジョンといいますか、各あるべき日本の姿ということを、お話しいただければと思います。で、発言順は空元様、そして中川さん、そして中井様、この順番で、ございます。この回は最初ですので、どうかお立ちになってお話をいただければと思います。持ち時間は3分です。それでは白松さんからお願いいたします。はい。今日はこのようなお時間をいただきましてありがとうございます。民主党の空元誠貴でございます。私は前回の総選挙の時に皆様方から大きな大きなお力をいただきまして、国政に送っていただきました。そして3年4ヶ月の期間、国政でそして地域でさまざまな活動をさせていただくことができました。まず大きなこれまで取り組んだ実績といたしましては、やはり東日本大震災、その中でも本当に厳しいといいますか、悲惨な福島原発の事故、その復旧活動、特に私自身被爆地広島の国会議員として、さらには被爆者を家族に持つ者として、何としても福島の復興再生、これに取り組まなければならない。そして私自身そういう土壌がある中で原子力ということを学生時代から研究をさせていただき、その安全追求ということを行ってきました。3月15日、官邸から
菅総理から電話をいただき、緊急事態である官邸に入ってくれ、そして東京電力で一生懸命活動してくれということで、本当に最初のですね、緊急事態対応、こういったものを私のみならず多くの多くの関係者の皆さんと、そして知識人の方々、先生方、また技術者の方々とともにタッグを組んで取り組んでまいりました。大変悲しい状況でありますが、飯舘村、川俣町、こういった地域では汚染が広がってしまいました。今現在福島の地に度重ねて赴き、除染活動、そして福島の方々に放射線の体への影響、こういったことを今伝えているところでございます。そういった中で、これから国家ビジョンとして、やはりもう一度元気な日本を取り戻していかなければならない、実現していかなければならない、特に力強い日本、活気のある日本、さらには豊かな日本、災害に強い国づくり、また自動車産業、半導体産業、電気産業、今の円高を何としても克服する、さらに農業、林業、今鳥獣対策、イノシシ、シカ、こういった問題で農家の方本当に苦しんでいらっしゃいます。とにかく力強い日本、元気な日本、活気のある日本、そして豊かな日本、皆さんとともに実現していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは中川さん、よろしくお願いします。自由民主党の中川俊直でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。まず冒頭なんですけれども、こうした公開討論会を設営いただきました東広島青年会議所の皆様、またご参集いただきました郷土の皆様、地域の皆様、ご覧いただいている皆様に心より厚く厚くお礼を申し上げる次第であります。今最も私が考える政治のテーマは、やはり民主党3年3ヶ月の政権での総括であるというふうに思います。もはやその有言不実行だったとか、そういったマニフェストについて私は触れるつもりも全くありません。とにもかくにもこの3年3ヶ月の間に、円高またデフレ脱却を放置したままの経済政策や隙だらけの外交とか安全保障政策によって、日本が本当に危機的な状況に瀕していると私は思います。夢とか希望とか誇りといったものが失われつつあるような気がいたします。実は私は、政治記者として、首相官邸、また自民党や、また最年少の野党キャップとして、中央集会、政界を8年間近く取材してまいりましたし、また、12年、政治家秘書として現場で見てまいりましたけれども、今日ほど日本が危機的な状況にあると言わざるを得ないというふうに思います。やはり何といっても日本が夢、希望、誇りを取り戻すためには、誤った政策を正していくことが重要であると私は考えております。実は私は、この、ま、最も多感な幼少期をこの東広島の地で過ごしました。皆様と共にこの愛する郷土を豊かにしていきたいという一心であります。そのためにもやはり雇用というものがなければ地域は元気が出ません。経済が良くなければ雇用も生まれないわけであります。まあ、こういった中で第一に経済雇用対策に何としても取り組んでまいりたいという決意でいっぱいであります。日本銀行法を改正してでも市場にもう少し円をまいて量的緩和をなして経済を元気にしていく、消費増税をする前に何としても円高とデフレ脱却を果たしていきたい、そんな決意を持っております。第二に心の成長戦略と教育再生であります。私は実は、心のケアの専門家である精神対話師という資格を取得をしておりまして、東日本大震災の被災地にも伺わさせていただきました。まさに今心の時代であります。自殺される方が14年連続で3万人、さらにはうつ病で苦しんでいらっしゃる方が100万人を超える時代であります。これは経済成長だけではどうにもならない問題であります。心と経済一体の政策が今求められているのではないかというふうに考えます。同様に地域が元気にならなくてはいけません。
地域主権をなんとか実現をしていきたい、将来的には同州制というものも実現してまいりたいというふうに思っております。強い日本を取り戻す決意で頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それでは次に中井様、よろしくお願いいたします。日本共産党の中石仁でございます。よろしくお願いいたします。私は出身が呉の温度町なんですね。それで温度高校を卒業して、広島電鉄市内電車の電車の運転士として約15年近くやりました。働くことを通していろんなものを学びましたが、実家の方があまり裕福ではなかったので、やっぱりお金をね持ってなきゃダメだと、そういうふうな教えもありました。しかし社会に出てですね、支配するものと支配されるものがいると、戦争を起こすものとそうでない人間がいると、そういうつまぜり合いの中で歴史が進んできたんだということをある共産党員の方に、伺いまして、そして価値観が一気に変わりました。そして人間の尊厳がどこまで今ないがしろにされているのかということを毎日のように私は見る思いですね。ここ東広島でも農業とまた、自動車などの産業、こういったものありますけれども、今電気自動車産業、そういった大企業が13万人のリストラということをやっています。これ共産党の志位和夫委員長が13日の国会質問でやりました。一人一人の生々しい首を切られる、退職強要を受けるその労働者の生の声を国会でやったわけですね。多い人では10回11回の退職強要、4メートル四方の小さな部屋に就業間際に呼ばれて、あなたの仕事はもうありませんと、業績不振のため首切りますと、こういうことがねまかり通ってきてますね。それをですね取り上げるのが残念ながら共産党しかいないんですね。私はこういう人、本当に宝ですよ。人間の尊厳を打ち破って、病気になってノイローゼになったとしても、その上司がですね病院にまで来て、それでもあなたの仕事はありませんよということを言って、泣く泣く犯行をつかされるというのがありました。私はねこういう人間の尊厳を絶対に踏みにじるような行為をやらせてはなりません。同時に日本が生きていく道というのはデフレ期を言いました。しかし宝ですから、そういう人たちが首切られて、そして、日本の産業が強くなるか、これは強くなりませんね。私はそういった意味での人間の尊厳、本当に守るために頑張っていきたいと思います。時間なくなりましたが、私はボランティアにも行きました。皆さんの被災地の皆さんのことをしっかりと受け止めて頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここからテーマ別に討論を進めていきたいと思います。本日のテーマにつきましては、現在注目されている話題や地域の特性を取り混ぜた事柄、また事前に一般市民の皆様から寄せられました質問を参考に、運営側におきまして、議論を行い決定させていただきました。テーマは2つございます。まず最初にエネルギー政策について、そして、2つ目が経済金融対策について、この2問でございます。そしてその後に、丸×のアンケート形式で、憲法改正あるいは TPP 等について質問させていただきます。また時間の都合によって一部変更になる場合も予想されます。その点ご了承いただければと思います。パネリストの皆様、よろしいでしょうか。それではまずはじめにエネルギー政策についてでございます。
このテーマにつきましては各パネリストの持ち時間は3分となっております。このエネルギー政策というのは皆さん改めて説明を私の方からするまでもなくご存じかとは思います。いわゆる脱原発あるいは卒最近では原発という言葉に表されていますように、福島の事故以降急速に、まあ、それまでもいわば議論としては不在していたわけですが、一挙に昨年の3月以降、いわば政治のテーマに浮上してきました。ここではまず最初にこのテーマについて各パネリストのお考えというものをお聞きしたいと思います。それでは3分という時間で、まあ、限られた時間ではございますが、よろしくお願いいたします。で、順番はあらかじめ決めさせていただいておりますけれども、まず中川さんから、はい、お願いいたします。はい、今回の選挙で今川崎先生がご指摘の通りなんですけれども、脱原発アピールする政党っていうのが、まあ、ウゴのタケノコのように出てきているわけであります。まあ、脱原発ですとか反原発、また卒原発など、私は本当に今言葉遊びをしている暇はないというふうに考えます。本当にそういった方向に進むのであれば、例えばですね、再生可能エネルギーはどこまで導入可能なのか、またそれはどのように電力料金に影響を与えるのか、また6カ所村をはじめ立地地域との約束をどう履行していくのか、さらには最終処分をどうするのかなどなど、エネルギー戦略を決定するにあたって見極めなくてはならない課題がたくさんあるんだろうというふうに思います。まあ、このような状況下で拙速な結論を出すことは極めて無責任であります。本当に原発を100にするのか0にするのかという議論は本当に厳しい、逆に本当にそういうふうな状況で明日にも原発を0にするというのであるならば、工程とか具体策を明確にするべきだと私は考えます。まあ、自民党は国民生活やその経済への影響、未来を見据えた科学的で冷静な議論をするべきだというふうに考えているんですけれども、ただ一方でですね、やはり福島の話もあります。私はもう本当に自民党の原子力政策、今日までのとりわけ安全神話っていうのは徹底的に反省をしなくてはならないというふうに考えます。まだ安全基準のついていない、安全基準についてですね、信頼感っていうのがありません。政府の安全基準についての信頼回復っていうのがやはり急務だろうというふうに考えます。その上で現在自民党では当面3年間で集中して省エネルギーの最大限の推進と、さらには再生可能エネルギーの最大限の導入、こういったことに取り組むとしています。省エネの中でですね、新しいライフスタイルとかビジネスチャンスっていうのがまた生まれてくる可能性もあると考えます。夏の暑い盛りに、例えば長い冬休みを取って涼しくなったら夜に働いていく、長い休暇を取っていく、そうすればサービス業には新しいビジネスチャンスも生まれます。また 地熱発電などについては国立公園内や温泉地などにおいて規制緩和をしてまいります。まあ、風の強いところには風力発電、そういったものの産業立地というものもできるというふうに思います。このようにして、まあ、自民党は10年以内に新たなエネルギーの安定供給構造にすることにしています。まあ、私は原発については、現状のですね、技術水準においては新規の原発建設には反対 であります。そして40年運転した原発は廃炉にしていくべきだというふうには考えています。安定的な供給を確保することに全力を注ぐことで、原発に依存しない体制に向かって進んでいくべきであるというふうに考えております。はい、ありがとうございます。続きまして中井様、よろしくお願いします。日本共産党は、原発は即時ゼロ、これが一番実現的だと思います。なぜならこの夏も原発やりましたけれども、再稼働しましたけれども、なくても電力は足りたということを関西電力が言いました。そして原発ゼロにするということが一番現実的だと思うんですね。今あそこしか動いてないわけですから。そして原発をなくして再生可能エネルギーに大いに転換すると、やっぱりね、ここには
原発はまだ残しますよということをやっていたらですね、お金も知恵もエネルギー、力もですね、これもう出てこないんですね。そして、再生可能エネルギーは、これ全部やりますとね、原発フル稼働の40倍の電力を持つということですね。これを使わない手はないと。そして原発に携わる労働者、この雇用効果がですね13倍もあると言われるんですね。これドイツの例ですが、3万人の原発に携わる人が、再生可能エネルギーで38万人になったということで、これは新たな産業になるということ。また、当面はですね、そうは言っても火力発電の稼働的な5年10年ぐらいの目処にするんですが、問題は政治決断をきちっとやるということが知恵も力も出すということでから大いに転換できるということなんですよ。それであと、なんでみんながやめてくれというふうに言ってるのにできないのかというのはね、やっぱりね、政治現金流れてるんですね。自民党さんは基本的にですね、電力業界、中電や東京電力、4億5200万円の政治現金もらってますよ。民主党さんはその、労働組合から、電力労連から、おととしは1億2000万円の政治現金が出てると。本当にノーということならですね、みんないっぱい言うてますけども、ほんまにやれるのかということになったら、いささかですね、ちょっとどうかというふうに思わざるを得ないんですが、原発即時ゼロは可能だというふうに思います。ちなみにですね、原発をやめてすごい町があります。高知県の梼原町という町はですね、町営の風力発電やって、そのお金でからね、森の間伐やってから、その分の木のチップを出して、その分をまた工場をですね、作って、それを専門のストーブを開発して、こういった産業がどんどんやって、仕事がいっぱいあってですね、同時に高知県内ではトップの財政力を持っているというようなこと、この夢のような話を現実のものに日本中でやろうということです。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは最後になりますけれども、空本様、よろしくお願いします。はい。まず、原子力については、皆様方、いろいろお考えあろうかと思いますけれども、国民の皆様の生活、そして産業活動が本当に必要とする電力、それも安価で、そして高品質の電力を供給できる代替エネルギー、自然エネルギー、再生可能エネルギー、こういったものを確立する、確保することができるならば、原発ゼロを追求すべきだと私は考えます。そしてその中で鍵となる技術は何か。これはやはり蓄電池技術です。今皆様のご家庭にもソーラーパネルを設置されて蓄電池を置かれていらっしゃると思いますが、この蓄電池技術を研究開発を本当に取り組み、そしてこれを革新的に進めることができるならば原発ゼロは可能であろうと思います。ただし一点、200年来電池の技術の開発を行ってきました。しかしながらそれほど大きな革新的な技術改革といいますか変革はありません、なかったです。そういったことを踏まえると現状産業活動、そして皆さんの日々の生活で必要とするエネルギー源を供給することによって、皆様が安心できるならばある程度の、許容は必要かなというふうに考えています。ただしやはりここは広島であります。核兵器廃絶は広島のみならず人類最大の希望望みであります。こういった意味で核兵器というものについてのまた非核三原則というものもありますが、こういったもの、廃絶、そして非核三原則の堅持、こういったものをしっかり取り組んでいくことを踏まえて、原子力の在り方を皆さんとまた議論をさせていただきたいと思います。もう一点、今さまざまな再生可能エネルギーについて研究がなされています。風力、そして太陽光、またバイオマス、ここで提案します。
バイオマスのエネルギー開発、この西条のサイエンスパーク、産業総合研究所、産総研ですね、ここで草とか木とか木畜、そういったものを多能化する技術があって、これを本当に進めることができるならば、今田んぼや山なんかである本当にいらない木、草、こういったものを全てエネルギーに転換することができるのではないかな、こういう技術開発をこれから大きく追求していくべきではあろうと思います。やはりもう一点皆さんにご理解いただきたいのは、やはり利便性追求の社会でいいのかどうか、本当に自動ドアだけでいいのか、本当は昔みたいにこう開けろ、こういったのでいいんじゃないですか、とにかく利便性追求社会いいんでしょうかということを皆さんに問いかけさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。3人のパネリストの方にエネルギー政策、エネルギー問題についてお話をいただきました。まあ、それぞれおそらくそれぞれのパネリストの方が所属される政党の方針というものを踏まえて発言をいただいたかと思います。まあ、その中で私なりに受け止めましたところで言いますと、まあ、空松様、そして中川様、いずれはということでありますが、当面、直ちにという、直ちに、廃絶、まあ、出すといいますか、そういうことにはならないだろう、その、さまざまな工夫があり、また生活自体を見直していくということも必要だ、だというふうに、おっしゃいましたけれども、まあ、他方で、中井さんは、まあ、即時、ゼロという、そしてまた再生可能エネルギーに、まあ、転換していくべきだというふうに、お話をいただいたと思います。そういうまとめ方でよろしいでしょうか。それで若干時間がほんの数分ですけども、ありますので、パネリストの方々で、他のパネリストの方のご主張に、質問ないし、異議というものがございました、ごく手短でありますが、お話しいただければと思いますが、どなたかございますか。よろしいでしょうか。はい、中井様よろしいでしょうか。はい、それでは以上でこのテーマは終了いたします。皆様拍手をお願いいたします。それでは第2のテーマでございます。このテーマは経済金融対策ということになっております。このテーマにつきましても各パネリストの持ち時間は3分ということになっております。経済金融対策あるいは政策というと、まあ、分かっているのでなかなか実は曖昧な言葉でありますが、まあ、噛み砕いて言いますと、まあ、経済の再生、そしてそのためのいわば手段として、まあ、金融政策というものがあるんだろうと思います。これについても各政党の間のみならず、実は専門家の間でもさまざまな議論が行われている、まあ、そういう意味ではよくよく考えてみるとかなり難しい、まあ、テーマであろうかとは思います。それでは各パネリストにこれからお発言をお願いしたいと思いますけれども、繰り返すようですが3分間という時間をお守りいただければと思います。それでは順番今度は変わりまして、まずは中井様からお願いいたします。皆さんが一番関心があることが今の不況だと、デフレ不況だというふうに思いますね。皆さんが一生懸命努力して、経営なり、生活なり年金なりこういったことをね、日々の営みを努力を全て台無しにするのが私は消費税の増税じゃないかと思います。何しろ全てのですね景気の底を抜けるような形になります。97年の 3% から 5% に上がった時に、景気は上向いたんだけども、あれ以来ですね日本の経済の成長は完全に止まって、
あれを超えすことはもうできないわけですよ。あの当時より 11% 国民所得減ってます、そういうデフレ不況を今度はもっと大掛かりにやろうということになるとですね、本当に予想もつかないことがなるというふうに思います。まずは消費税の大増税を中止させる法案を私たちは出してまいります。で、財政どうやって切り盛りするかと、大企業富裕層、この間ずっと減税を受けてきました。それをですね、普通に戻すということや、また無駄もいっぱいあります。政党助成金の削減とかで、一番ちょっと大きいのがですね、日本の経済の再生のために一番の決め手は、日本はあるところにあるんですよ、お金が。大企業の10億円以上の大企業、260兆円の内部留保という溜め込み金を持ってますね。このお金が実はダブついてるんですね。国家予算3年分に当たるお金が、まあ現金として使えるのはまだ70兆円ぐらいですが、しかしこのお金がですね、元はといえば税金を曲げてもらって、労働者の賃金下げて、正社員から非正規に変えて安く叩いて、中小業者の皆さんの単価を切り下げていって、そうやって紙に貯めたお金なんですよ。先行き不安だということで、そのお金がじゃあ設備投資に使われているかというと、日本では物が売れないからということで設備投資に使われず、ダブついて困ってですね、これ私たちだけが言ってるんじゃなしに、いわゆる経済研究所とか、財界のシンクタンクもこれ言ってますね。ここにメスを入れてやれば本当にね、経済が蘇る、そういうことが言えると思うんですよね。まず給料を上げる、さっき言った逆のことをやればいいですね。やっぱり社会的責任を大企業は果たしていくということをね、本当にやることが大切です。そしたら人間の尊厳も守れるし、なんといっても皆さんが安心して物を買うようになる、そういう経済の再生が出てきます。この内部留保に、メスを入れることができるのは実は共産党しかないんですよ。大企業に物を言えるからね、いうことなんです。どうも。はい、ありがとうございました。それでは次に空本様、よろしくお願いします。はい、経済そして金融でございますが、その中では景気の問題もあります。今年の2月、半導体メモリーの、メーカーである LPDメモリーは、倒産に陥りました。4400億程度の負債を抱えております。そういった中でこれはなぜ起きたか、やはり円高であって、厳しい環境下にあるということで、日本での製造業がなかなか成り立っていかない状況にあります。ここをどうやって立て直すかということが1点、もう1点は日本の雇用をどうやって守っていくかということが第2点。これらをですね、総合して経済政策を考えていかなければならない。その際にやはり円高をどう対処するか、これは自民党さんと私も同じ考えなんですが、やはり日銀法の改正ということを行いながら、建設国債の日銀引き受けを今できる範囲18兆円ぐらいありますけれども、もう少し増やして、市場に円1万円札を流すこと、それによって円高対策を講じていくと、そういう中で製造業、高付加価値の製品に限られてくるかもしれませんが、しっかりと製造業を維持して雇用を守っていくということが大切になっていくのではないかなと思っております。もう1点、それだけでは雇用は守れません。ではどうするか、海外に物を売る限界があるかもしれません。ならば内需を拡大する政策、これも同時並行的に取らなければなりません。では何だ、民主党はコンクリートから人へと言いましたが、やはりコンクリートから生活密着、どうしても必要なコンクリートと人へという形で、例えば老朽化した橋、橋梁、学校、本当に文化施設、さらには今上下水道が大変老朽化しています。昭和40年代に埋めた配管、
皆さんも新聞記事、テレビで見られた通り、いろんなところで、上下水道が破裂したりしています。そういったものを総合して計画的に整備を行う内需拡大政策、これはやはり建設国債、日銀引き受け、こういったものとセットで行う、海外に売れるように円高対策、そのためには日銀、法改正、私も容認しますし、国債引き受けを行う。一方で内需拡大の生活密着のインフラ、生活に必要なインフラを整備する、そして雇用、そして景気を盛り上げていくということを今考えております。ありがとうございました。それでは最後に中川さん、よろしくお願いいたします。はい、失われたやはり20年の原因は何なのかということを考えたときに、やはり円高にふさわしいビジネスモデルを作れなかったということにあるというふうに私も思います。日本の円は明らかに高すぎます。例えばトヨタとか、またマツダさんなどでも1ドル78円とか80円ぐらいがですね、ギリギリで、それ以上の円高だともう日本ではやっていけないっていうような状況であります。もう本当にそういった中で雇用がどんどん海外に流れていく、そういった状況があるわけであります。そのギリギリのラインっていうのをこれまで政府、日銀が放置してきた3年間であったというふうに私は考えます。でこれで他の企業がやっていけるわけがないんです。だから貿易赤字になるのが当たり前、そして貿易赤字であるにもかかわらず円高が止まらないというのが今日の現状であります。日本とヨーロッパとアメリカを比較した場合に、サブプライムローンの問題以降わずか3年間でアメリカは市場におよそドルを3倍撒いたわけであります。ユーロというお金をヨーロッパは 2.7 倍から8倍撒いた、日本はわずかに 1. 点数倍しか撒かないでいたと。これがまさに本当に、おかしな状況になってきて、世界では日本の円というのは強いにもかかわらず貿易国家ですから日本の産業が疲弊をしていると、こういった根幹になっているわけであります。まあ、本当にそういった中で円の供給量が相対的に少ないから円高になっているわけであります。で同様に円の供給量が相対的に少ないから物よりも貨幣の方が価値が上がり、みんな物を買わずにキャッシュで持とうとする、貨幣の方が強くなるから物の値段は落ちていく、これがいわゆるデフレであります。先ほど内部留保の話が出ましたけれども、だから企業は物を持たないでキャッシュを持たざるを得ないという状況であります。内部留保はダメだという指摘もありますけれども、貨幣よりも物の方が価値が出てくれば企業は内部留保をやめます。円高もデフレも円の供給が少ないことが原因であります。そして長期デフレで経済が拡大する見通しがないから若者が正規雇用しなくなった、また非正規雇用が拡大したのは90年代からで、本当の原因はその20年続くぐらいの長期デフレにあります。2009年に民主党は、小泉政権時代で円安を批判して円高と内需拡大で経済を拡大すると言いました。内需拡大の手段が、子ども手当とかガソリン減税だったと私は記憶しています。まあ、この政策が失敗だったのはもう明らかであります。だからまず日本銀行の大胆な金融政策で円安による輸出産業の収益回復と株価の上昇を図ってまいる、そしてその同時に規制改革による自由な市場での拡大で投資拡大を図っていく、この両輪をやっていくべきだというふうに私は考えています。はい、ありがとうございました。3人のパネリストの方に経済の復興、そしてまたそのためにどのような金融政策を取るべきかについてお話をいただきました。中西様にありましては、特に消費税の増税というものが悪い方向で大きな影響を与えるだろうと、その中で他方で大企業のですね、行動という特に内部留保というのが語られましたけれども、そして、こういう企業の行動というのは先ほどのエネルギーのところでありましたけれども、ある種のちょっと聞こえにくいで私はですか、はい、すいません、
企業のことはエネルギーのところで、まあ、いわば献金とかですね、いうこともございますけれども、まあ、大企業、まあ、それに対して中小企業はさまざまな面で圧迫をされてきているというようなですね、そういう中で、まあ、安心して、まあ、国民が消費活動に向かえるようなそういう政策を取るべきだろうと、こういうことをですね、お話しいただきました。空本様につきましては、まあ、日本の製造業の危機ということが、まあ、当然それには円高という要因が加わっていますけれども、その中で雇用の確保ということが、まあ、非常に重要なテーマとなってきています。これは中川さんはと同じでありますが、その場合に日銀のですね、日銀の対応の仕方、こういうものを変えていく必要があるのではないかということでございます。そして、さらに、まあ、そのために内需の拡大ということをですね、主張されました。まあ、かつての民主党はコンクリートから生活へということでありましたが、今回は、コンクリートから生活密着のコンクリートというですね、まあ、よく言われる社会資本、老朽化した社会資本の維持、あるいは更新というものが迫っておりますので、まあ、そのあたりを中心に主張されたと思います。まあ、これが大事の拡大につながるだろうということであります。で、中川様にありましては、やはり円高に対して非常に憂慮を示されていて、このことはやはり日銀の指導というものを積極的に促したということになります。いわば円の供給量が少ないということが、まあ、今日のデフレのですね、まあ、背景にもということであり、同時に、中井様が訴えられた内部留保についても、こうした、まあ、実は内部留保が企業、まあ、大企業がそういう行動に走るのも、こうした要因があるという指摘をいただいたと思います。まあ、なんとかこの長期にわたるデフレを、まあ、改革して、デフレをですね、克服し、まあ、経済の再生につなげて、いくべきであると、こういう、まあ、主張を行っていただいたと思いますが、よろしいでしょうか。まあ、ちょっと私どもの要約で、それじゃあ、中井さん。はい、僕ですか。はい、何か補足とか訂正ですね、ありまして、訂正、いえ、今の関連で要約させていただきましたけど、それは間違いだとかですね、これを言ってないとか、そういうのがございました。やっぱり内需の拡大ということについての一番の決め手と僕は思うんですが、やっぱりね、消費税が全ての皆さんの努力をね、無にしてしまうということがあります。これだやっぱりこれだといけないと思うんですが、よくね、共産党は大企業 の敵だとか、社員にですね、みんなに共産党のビラは受け取るなよというようなことをね、どうも教育されてます。そういう中でね、僕は大企業ともあまり共存共栄で生きていきたいと思うんですよ。で、それでボロ儲けをしたんなら、ボロの部分は国民に返せ、儲けはどうぞ取ってくださいというふうにやる。そして本当に持続可能なということを考えたら、先ほど言いました日本の宝、人ですよ。それをどんどん首切るようなことをやってはダメだと、実際に海外に迫られて今苦戦を強いられてますよね。そういう問いかな、こと。でももう一つね、なんでそういう方向に走るのかなということを考えたら、日本の大企業の株式会社 その社長はですね、労働者の利益よりもやっぱり株主の配当、これをね、最優先するわけですよ。そうなったら自分の任期中は黒字を出さなきゃいけない、名目でもどうしても出さなきゃいけない、そのために首を切ると。で、首を切ることによって結局はみんなが技術も負けてしまって、そして自分とこの商品の質も落ちて負けてしまうと。
景気がどんどん悪くなると、そしてまたデフレスパイラルと、こういうことになってるわけですね。ありがとうございました。こういうことを書いたと。すみません。ちょっと一応ですね、ごめんなさい、時間の制限。今1分今日中西様にお話しいただきました。今機会均等ということではございませんけども、ソラムス様、中西様、同じぐらいの時間でですね、他のパネリストに対しての反論あるいは補足というものがございましたら、それぞれ、お話をいただければと思います。私の方からは無駄な公共工事の話を少しさせていただきたいと思います。必要な公共工事と無駄な公共工事、この精査というものがまだまだなされていないと思います。本当にここがですね、これからのキーポイントであって、今事業仕分け、国民の皆様には本当に分かりづらかったということを多くの皆さんから、投げかけられておりますが、そういった中でもう一度ですね、やるべき事業、やってはいけない事業、例えばこの地域では2号線バイパス、広島の経済動脈であります。東広島呉道路、呉田は完全に浮いてました。こういった災害時にも避難経路となるような公共事業というものは追求していかなきゃなりません。苦戦に出させていただきまして、この4月に東呉道路阿賀から黒瀬まで、来年の予算で2号線バイパスが中野から上瀬野まで、そして次の年に東呉道路全線開通、次の年に今2号線バイパスを全線開通、こういったことを今考えています。はい、ありがとうございました。それでは、はい、私も1分ほどお時間をいただきました。後ほどまた民主党の砂本候補の方にもご質問させていただければというふうに思ったんですけれども、我が党はそういったことで日本銀行法をしっかりと改正をして中で触れた客を果たしていくということを、公約として入れさせていただきます。他方でですね、民主党野田総理の方からは、これがもう本当に極端なマネーゲームであるということで、辛辣なご批判をいただいておるわけであります。そうなってきますと、やはり、政権公約には、民主党の掲げている経済政策の一部においては賛同しないということでよろしいのか、後ほどお答えをいただければというふうに思います。私はこういった状況の中で円高、デフレ脱却等々をなさなければですね、やはり消費増税というのも上げるべきではないというふうに考えます。これは、安倍総裁の方もすでにそのような発言をしておりますけれども、来年の以降の経済状況等々で今決まっている消費増税の部分も円高とデフレが必ず脱却をしなければ上げないと、そうしなければ地域が疲弊をする、日本も疲弊をするということで、精一杯そういったところを訴えていきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございました。先ほど中西様からも発言が出ましたけれども、消費税の問題ですね、一応基本方向は出てますけれども、条件付きということであって、各党さまざまな立場をお取りだと思いますけれども、これは社会保障の改革と、制度改革と一体となって論じられてきておりますけれども、この点についてパネリストの方各々、1分という時間で消費税と社会保障改革についてご意見を改めて賜りたいと思います。お願いします。順番が、今度はちょっと空本さんから、はい、お願いします。社会保障そして税の一体改革を進めてまいりました。その中で消費税をどういうふうに使っていくか、使い道の問題を検討してまいりました。やはりこれから60代の方を中心として高齢化がどんどん進んでまいります。若い方が少ない、高齢者の方が多い、どうやって社会保障費を工面していくか、大変難しい問題であります。それを世代間で公平な形で、税として皆様から徴収させていただくというのが消費税であろう。したがってやはり消費税は社会保障、特に、高齢者医療、介護、そして子育て、また雇用、
こういったところに重点的に使っていくべきであるということで、消費税の増税をさせていただいたと私は考えております。はい、ありがとうございました。続きまして中川様、お願いします。はい、やはり同様なんですけども、公共サービスを受けるならばそれにふさわしい負担をしなければこれはなりません。その意味において高齢化社会を支えるための増税はやむを得ないということが原則にはあります。しかしそれは無駄の削減とか制度改革、経済成長と同時にやらなくてはなりません。自民党政権時代に方針を示しながら、民主党政権下で進んでいない例えば2兆円規模の庁舎、宿舎跡地やその他の未利用国有地などの売却や、また8兆円規模の、政府保有株速の売却などをやはり速やかに行っていくべきだと私は思います。経済については日銀、先ほど申しました通りです。日銀の大胆な金融緩和で円安とデフレ脱却を図っていく、そういったことをやっていくべきであろうというふうに思います。消費増税は当然のごとく経済状況を鑑みて慎重に行うべきであります。来年4月、6月の、景気状況が最大の、点であろうと思います。これが改めなければ私は増税するべきではないという考えに立ちます。はい、ありがとうございました。それでは中井様、お願いいたします。消費税に頼らない別の道で社会保障の充実、財政再建は図れるという日本経済の提言を出しております。消費税は先ほど言いました 3% から 5% に導入された97年、あの時に消費税を増税するのは社会保障のためだということでやりました。実際にその年と次の年と比べてみますと、税収はですね90兆円から76兆円に、14兆円減ったんですね。消費税は確かに増えました。しかしその他の法人税、所得税、これがドーンと減って儲けが減って経済が停滞したからこのようなことになったということで、税収は増えませんということは全部に、来ます。そしてですね、消費税が導入されるとドーンコンとものすごいことになりますから、それで財政全体が大破綻を起こすことは間違いありません。だから消費税は絶対に導入してはなりません。増税してはいけません。ありがとうございました。以上をもちまして、この経済そしてまた金融政策対策について、ご議論を終わりたいと思います。皆様拍手をお願いいたします。それでは次に、丸×アンケートを行いたいと思います。これは皆様よくご存知だろうと思いますけれども、パネリストの方に質問に対して皆パネリストの方から丸か×かお手元に用意させていただいておりますけれども、これで回答していただき、その後1分間という時間で、その賛成あるいは反対、丸か×か、その説明をしていただきたいと思います。よろしいでしょうか。それではまず1問目に入りたいと思います。これ憲法改正ということなんですけれども、憲法も条文多数あります。通常は9条の議論が焦点になっていることもあります。またパネリストの方もそのあたりが中心になろうかと思いますけど、9条に限定せず、いわゆる憲法改正大まかに、ですね、ご意見を披露していただければと思いますけれども、それではざくっとですね、まずは条件付き賛成とか、はい、9条はあったで、はい、条件付き賛成とかはどうなりますか。条項条項でそれは両方丸ばしく、はい、両方出してもらうということのやり方としてはあると思います。はい、それではですね、まずざっくりと、憲法改正について賛成ですか反対ですか、はい、どうぞ。反対にと、はい、はい、ありがとうございました。はい、それでは今回はまず中川様から丸をつけていただきましたけど、その説明1分でお願いいたします。
はい、我が自民党はですね、もう結党の原点において、党の綱領等々におきましても、57年前の結党の原点において、いつの日かは国民政党、地域政党として、国民が主権の中での自主憲法を制定していくということがあります。やはり日本人の手で日本の誇り、日本人らしさを示すと、占領体制から脱却をして、日本を主権国家にふさわしい国にするため憲法改正、自主憲法制定が必要だという立場に立ってあります。すでに9条のみならず、自民党ではもう憲法草案もできてきております。これ憲法を果たしていくためには3分の2以上の賛同等々も必要ですけれども、とにかく憲法改正に限らずですね、日本人の手で作って、個人的には本当に子どもたちにも分かりやすい文案であったりとか、そういったものも示していく、やはり憲法というのは国民の手で作りながら私たちの国家を運営していく上での大事な根幹であるというのが私の考えであります。ありがとうございました。続きまして、中井様、お願いいたします。憲法改正と言いますが、これ改定と言ってください。正しくなるという、はい、ということをなんか理論誘導するみたいでね、あれなんですが、私ね、今ものすごい右寄りの大合唱ですね。石原さんを筆頭に、自民もそうだった。僕はね、過去の侵略戦争への無反省という問題がね、植民地支配への無反省、ここにですね、やっぱり根底があるというふうに思うんですね。で、安倍総裁にしてもですね、維新の会にしても、まあ、こういったことは共通してると思うんですよ。こういった逆流の台頭を許すことになれば、一体どうなるかということなんですよ。戦後の日本主義の民主主義、土台を築いてきた日本国憲法、主権は天皇ではなく国民にある。そしてね、戦争はしない恒久平和。これでですね、本当に生かしていく、救助を守っていく。そして、そうしないとですね、アジアではまともにね、相手にされない国になりますよ。そういうふうに思います。憲法を変えて反対です。はい、ありがとうございました。それでは最後に園田様、よろしくお願いします。はい、丸を出しましたが、条件付き賛成、これはまず平和憲法は守るということでございます。その中で変えるべきもの何か、やはり、衆議院の優越性、今回議会が国会がなかなか進まなかった衆議院の優越性というものを盛り込む、また災害時などの緊急対応体制作り、こういったことも憲法でしっかり謳っていかなければなりません。でもう一点、まあ、国と地方の関係について議論がなされています。国地方の役割の明確化、そういった観点から憲法の平和憲法は維持する、ただし変えるべき点はいくつかありますので、そういった点で憲法を改正させていただくということであります。はい、ありがとうございました。このテーマにつきましては3人のパネリストの方はかなりの特徴といいますか、違いというものがそれぞれ出ていたと思います。それでは2問目に入りたいと思います。あ、そうですか。はい。憲法改正、憲法改正についてはちょっと改めて確認を、なんかラジオで放送されているので、はい、ちょっと絵だけで皆さんに見ていただいたんですが、空本様が、まあ、条件付きではあるけど、はい、賛成の丸、はい、中川様が丸、憲法改正賛成で、中井様が改正ではなくて改定であるということの上で罰を反対というご意見でありました。以上確認させていただきます。それでは次に TPP についてでございます。これまた金融政策と相似て、専門家の間でも随分意見の違いが際立っているテーマで、ございます。これをまたざっくりと賛成か反対についてまずはお伺いしたいと思います。
それでは TPP について賛成ですか、いかがでしょうか。空本様が、何と言いますか、丸とペケが見えないような出し方でありますので、まあ後でご説明をいただきたいと思います。中川様が丸、中川様ちょっと同じ空本さんと同じように、というところであります。そして中井様が明確に反対、×ということになりました。それでは中井様から1分という時間ですが、その趣旨をご説明いただきたいと思います。どっち？中井さん。僕ですか？はい、はい、順番がこうずっと回ってください。じゃあ、TPP、環太平洋連携協定です。実際に、やるのは、GDP でいうと9割以上を日本とアメリカだけなんで、実際にはこれ二国間交渉になります。その中でですね、要は関税を全部なくすということと、で関税以外のそれ以外のことについての企業活動の自由を全て、障害のあるものを取っ払おうと、非関税障壁というこの2つがあります。要はですね、このTPP が、やられると一体どうなるかと、日本がすっぱだかになるということですね。例えば日本が自分の国で守ろうとして、いい制度、国民皆保険制度とかアメリカありませんね、こういったものをきっちりと守ろうとするふうにすればですね、アメリカの保険会社からそれは障壁だと、儲けのためのやむべきだというふうに言われて、日本が作った制度そのものが変えられてしまう、変えなかったら罰金を払うという、そういう制度になっています。とんでもないことですね。はい、ありがとうございました。複雑なと言いますか、難しいテーマですので、なかなか1分というのは難しい、1分でという時間は難しいかとは思いますけれども、どうかご協力をお願いしたいと思います。それでは次に空本さん、はい、こういう出し方で、はい、丸でもなく×でもなくということだと思いますけれども、はい、お願いいたします。はい、経済連携、自由貿易、EPA、FTA と申しますが、これは強く前進させる、推進させる。TPP についてはこれだけ国会議員が議論しています。まだまだ政府からの情報公開、情報の開示がなされていません。もっともっと政府が情報を開示した上で国民的議論、国会議員もまだまだ議論が足りないと言っております。議論を進めて守るべきものは何か、しっかり議論を進めた上で経済連携、自由貿易のあり方を検討する必要があります。皆さん、 TPP って何か分かりますか。はい、はい、ありがとうございました。それでは最後になります、中川様、よろしくお願いいたします。はい、私は基本的にはですね、自由貿易っていうのは推進する、堅持する立場であります。経済交渉としてきちんと折衝して守るべき日本の利益を守っていくことを前提にしていきたいというふうに思っているんです。実は TPP 交渉においても、これは誤解のないように言いますけど、アメリカは砂糖を守るということで例外品目がない国はないんです。もうそういったところが残念ながら民主党政権下でいつの間にか正規なき関税撤廃ということを日米関係脆弱化している中でアメリカに言わされた、ここからこういった政治の表のテーブルに TPP が上がってきたわけであります。どこの国も例外品目はこれということであります。日本も米とか国民皆保険はしっかりと守るという聖域があります。他方で TPP 等々の交渉っていうふうに言われて参加を全くしないという方向ということもまた危険な議論になろうというふうにも思います。 EPA とか FTA と同様ですね、自由貿易という観点から TPP というものを考えていく、その上で聖域なき関税撤廃ならば参加すべきではないというのが私の考えです。はい、ありがとうございました。次に消費税の増税についてお聞きすることになっておりましたけれども、先ほど一度消費税についてお話をいただきましたので、次に3つ目の質問でございますが、国会議員の世襲について、ご意見を伺いたいと思います。
第4区、そういうこのテーマで、全国的にも注目を浴びている選挙区ということでございますが、端的に接種について賛成ですか反対ですか、丸×で、お答えをお願いしたいと思います。それではお願いします。はい、空本様が×反対、中川様が丸賛成、そして、中井様がこれは丸でも×でもないということになる。それではそれぞれの方からその理由ということについてお話をいただきたいと思います。それではまず空本様お願いします。はい、私の個人的見解ではなく、今党として世襲は我が党はさせないということが決まっております。国交大臣も、お父様の地盤を継ごうとされましたが、総理の強い意志によってそれを、取りやめということになりました。そういう観点から、党の方針として世襲はさせないということとなっております。はい、ありがとうございました。それでは中川さん。はい、この問題は私が当事者なのかもしれません。しかし私はこの自民党県連の広島4区の公募によって選んでいただきました。4人の公募応募者の中から面接、書類審査等々を経て、最終的に党員の皆さんの了承を得て選んでいただいたわけであります。それでもなお世襲だと言われるのであるならば、私は本来世襲というのは親が指名をして立つことであろうというふうに思います。私はそうではありません。しかしもしもそう言われているのであれば、これは重く受け止めなければならないというふうに思っております。他方で私はにとってのこの強度は広島4区だけであります。神奈川でも東京でも大阪でもどこでもいいから政治をやりたいというのとはわけが違います。強度の皆さんとこのふるさとを豊かにしていきたい。さらには皆さんと共に今の経済状況、外交の国難に共にスクラムを組んで挑んでいきたいからこそ立たせていただいたわけであります。どんな誹謗中傷も言っていただいても構いません。しかし私はその情熱でこの選挙戦戦い抜いてまいりたいというふうに思っております。はい、ありがとうございました。それでは、最後に中井様よろしくお願いいたします。世襲は法律的には問題ありません。でもですね、どうもこれを争点にするのはいかがなものかというふうには思いますね。地盤看板看板、何代も続くということもいろいろあると思うんですが、実はこれ選挙制度にね、相当無理があると思うんですよ。市会議員の選挙で何人も当選できるならそうでもないんですが、小選挙区でそこの地域で一人しか当選できないということになりますとね、どうなるかと、一度権力というか握りますとね、それはね相当ね壊せるものではありません。ということは能力があるのに新しい人が出てくることが不可能に近くなるということなんですね。だから小選挙区もやっぱりね、変えなきゃいけないと思いますね。同時に公募というふうにも言いましたけれども、これは後援会の人は何考えるって書いてみたら、一番当選できるんだろうかのようになったら世襲になるんですよ。どうしてもそうなりますよね。これにはやっぱり無理がありますし、争点ではこれはないと思います。はい、ありがとうございました。以上で、丸×アンケート形式の討論を終わりたいと思います。皆様拍手をお願いいたします。さて、予定されていました時間の方が終わりへと近づいてきました。この最後のセッションはパネリストの皆様に各自自由にお話をいただく時間としております。これまで話せ、テーマとして挙げられなかったこと、あるいはテーマとして既に語られていますが、さらに説明を加えたいということがございましたら、熱く、最後のメッセージとして熱く語っていただければと思います。このセッションも各自のパネリスト3分ということになっております。それぞれのパネリストの方がお話が終わった時には、どうか参加者の皆様、盛大な拍手をお願いしたいと思います。それではこの発言順は
中川様、中石様、そして空野様という順番になっておりますので、どうかよろしくお願いいたします。まず中川様、お願いいたします。はい、私はですね、本当に多くの今閉塞状況のある日本であります。ただこの今の日本の状況っていうのを考えるときに、実は60年、70年周期で日本は大きな変革を迎えてきたんだろうというふうに思うんです。わずか60数年前には第二次世界大戦がありました。さらに遡ること60年、70年前には明治維新があったわけであります。その間、今経済が冷え込んで閉塞状況ということを言われていますけれども、世界大恐慌というのは1920年代に起きてきたわけであります。もう本当に日本はダメだとか、もう立ち上がることができないというような評論家の方がいらっしゃいますけれども、そういったもう本当に閉塞状況をですね、どんどん煽り立てる方はもうどんどん好きにテレビで言っていただければいいというふうに私は思うんです。一方で政治を目指す側というのは、そういったことではいけないと、常に日本の可能性を上に向けていくことを言い続けなくてはならないし、考えていかなくてはならないというのが私の考えでもあります。実は私は、尊敬する、政治家にディズレイリーというイギリスの偉大なる指導者がいます。保守系の指導者でありました。人が人にしてあげられる最も偉大なことは、富を分け与えることではない、その人の中にある素晴らしい点を指し示して伸ばしていくことだということを言っておりました。今日本も広島も元気を失って力を出し切れないものがたくさんあります。この東広島においても、もう本当に円高で松田さんやらまたルピーダさんの問題等々もあるというふうに思っておるんです。そういったものを皆さんとしっかりと意見交換をさせていただきながら、さらなる日本の元気を作っていかなくてはいけないんだろうというふうに思います。そして思い起こせば、わずか20年前に日本はジャパンズナンバーワンというぐらい世界から称賛をされる国になりました。まあ、さらにその上で、日本人というのはなんて素晴らしい、国民なんだろう、さらにはなんと安全安心な国なんだろうということで称賛を浴びたのがわずか20年前であります。私は今一度こういった素晴らしいものを作っていくためには、やはり20年前の成功体験は中央集権というもので、日本中が高度経済成長にのっとって大きく発展していったからこそ、この20年間の成長体験があったというふうに思います。しかしもうその方向では行き着かなくなってきた。これからはまさに私は地域主権、地域が主役にならなくてはいけない時代であろうというふうに思っています。高級官僚の皆さんが何個も何個も天下りをされて、そういったものが中央でどんどんお金が吸い上げられている、こういったものをどんどん人も金も技術も地域に返していく、高級官僚の皆さんにもふるさとにぜひ帰ってきていただいて、皆さんと共にふるさとを作っていく、これが次の新たな日本の出発点だと思っております。ありがとうございます。それでは続きまして、中石様、よろしくお願いします。私は人間の尊厳を守る、その尊厳が今踏みにじられているということをずっと思っています。その尊厳を取り持つためにやっぱり政治を変えなきゃダメだということで、頑張っていきたいと思うんですね。そして先ほど言ったの TPP の問題は、これはね、黒船以来の大事なんですよ。先ほども言いましたが、皆さんが民主的な条項を国会で例えば作る、ね、日本人を守るっていうのは工業でも農業でも当然ですよね。そして、誤解があるのはね、よくあるのは農業を守るために TPP を反対して、で、TPP に賛成する人は関税がなしになるから輸出がやりやすい、こういうことでから工業は儲かると、こういうふうに思うてる方いっぱいいると思うんですよ。これ実は違うんです。両方ダメになるんですよ。実はですね、農業はもちろんご存知のように初期の自給率は 13% には下がって、胃袋を全部外国に預ける亡国の国でなりますね。で、労働というのもありましてね、項目の中に TPP 24項目ありますよ。その中で結局、ごめんなさい、誰がこの TPP 進めてるのかというと、
ね、アメリカとで日本の金融機関と大企業、財界、経団連なんですね。労働の分野では外国の労働者をどん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 安く導入して、そしたら日本人そのものの賃金も下がると、そしたら利益がどんどん上がって、いわゆる国際競争力がつくと、こういう算段のもとに TPP を経団連が進めているわけですね。それで結局どうなるかと、もっとデフレ続くはね、大変なことになるんですね。ですから先ほども言いました、原発とか私たち国会で決める全ての条項がですね、外国の企業の利益の儲けに反するということに認定されれば、それはですね、罰金を払うか制度を変えなくちゃいけない、丸ごと売り渡すことになるわけですね。そういうのに参加したらどうなるかと言うたらですね、これまた抜けることできないと。そして交渉の中身について一旦にですねやりますと、それがなんと4年間は報道も国民に知らせてはならないという、こういう条項もあるんですね。一体隠れて何をするのかというのがね、本当に恐ろしいんですが、これまでかつてカナダとかブラジルとかいろんな国々とアメリカ裁判で訴えられて、数千万円ドル の罰金をね払わされている、そういうのが世界銀行の下に、裁判所があるんですね。そこの中でのルールは全ての国々の儲けのためのいわゆる自由貿易、それに反するもの以外は全部ならないと、日本を守るということとかいうのはそもそも違反だということで、守るべきものは守れないんですよ、実はいうことです。はい、ありがとうございました。それでは最後に園田様、よろしくお願いいたします。はい、私の方からはこの広島4区という選挙区はまさに日本の縮図、山あり、田んぼあり、そして川あり、住宅地あり、工場あり、海あり、そして、多くの多くのさまざまな職種の方がいらっしゃいます。まさに日本の縮図であります。その中で今日テーマにありませんでしたが、農業、林業、山、田んぼの再生、これをまず手掛けなければいけませんと私は考えています。森は海の恋人とよく言われますが、やはり山が荒廃すれば海も廃れてまいります。そういった意味で今進めてまいりました農業者への個別所得保障制度、これは農家の方々から、多くの方々からご理解をいただいて、農業団体からも皆さんからもご理解をいただいております。この広島県はですね、生産コストが本当に高い、全国一の高さである。また、農業従事者の高齢化、これも日本一であります。70歳を超えています。こういった中でこの地域をどういうふうに守っていくか、山、田んぼもあって守っていくか、そのためには個別所得保障制度という制度、これを恒久化、法制化することがまず喫緊の課題であると考えています。もう一点、鳥獣対策、イノシシ、シカ、今ではヌートリア、いろんな鳥獣の被害が出ています。これも農家の方々にとっては本当に、痛い、問題であって、何としてもこれを取り組んでいかなきゃいけません。もう一点は先ほど申し上げましたが、高齢化の激しい中山間、この地域の農地、水、環境、こういったものを整備すること、これも大変重要となっています。鳥獣被害対策は、一昨年、農水大臣の権限によって、予算を約、広島県は 4.4 倍、東広島については 7.6 倍に大きく増やしました。しかし、まだまだ足りません。農地、水、環境についても、2倍に今年増やしましたが、まだまだ足りません。山、田んぼをしっかり守る一方で、自動車、半導体、こういった製造業の国家戦略、武器は何か、海外へ打って出るものは何か、それは半導体です、自動車です。こういったことを総合的に
国家戦略として進めていきたいと考えています。以上です。はい、ありがとうございました。誠に残念ではありますけれども、予定されていた時間が参りました。この短い限られた時間の中でご出席の皆様方、パネリストの皆様方に十分ご発言をいただくことは不可能である、このことを十分承知しております。また今日ご参加いただきました聴衆の皆様方にも、お聞きしたいことがあった、今日のテーマ以外にもあったのではないかと思います。そういう意味ではご参加の皆様方の意を十分汲むことができなかったのではないかと思っております。しかしながら、国民、主として4区の有権者の方々ということになりますけれども、こうした国民の手でこのような機会が設けられましたこと、必ずや間近に迫りました第46回衆議院議員選、衆議院議員総選挙に向けて何らかの良い影響を与えるもの、貢献するものと確信しております。また国政を他人ごとにするのではなく自分たちの手で良くしていくのだという良い意味での国民の覚悟につながるのではないかと考えております。本日は大変お忙しい中、まずはご出席いただきましたパネリストの方々に御礼を申し上げます。ありがとうございます。そして何より最後まで熱心にこの討論会をお聞きいただきました聴衆の皆様方にも御礼を申し上げます。ありがとうございました。パネリストの皆様、コーディネーターの川崎先生、ありがとうございました。パネリストの方々は拍手を交わしてのご退場をお願いいたします。皆様、大きな拍手をお願いいたします。それでは閉会となります。閉会の辞を社団法人東広島青年会議所理事長倉田よりご挨拶申し上げます。失礼いたします。本日は4月の最初の日ということでお忙しい中ご来場いただきまして誠にありがとうございます。東広島青年会議所本年度理事長を務めております倉田と申します。会を代表いたしまして一言御礼と閉会の挨拶をさせていただきます。まずは今回の公開討論会を行うにあたりまして東広島青年会議所だけではございません。多くの市民の皆様のご協力によってこういう場が設けることができました。この場をお借りいたしまして一言
お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。そして、3名の候補者の皆様、本当に、正々堂々とお話をいただきましたことに対しまして、敬意の意を表したいというふうに思います。そして、無事このように、公開討論会を終えることができましたものも皆様のご協力によってのことだと思います。本日は誠にありがとうございました。本日の内容はですね、東広島 FM さんに同時中継をさせていただいております。この場にいらっしゃらない皆様にもFM を通してお届けをしておる次第でございます。また今回の映像に持ちまして映像に関しましても、日本青年会議所のインターネットの動画サイト E ミラセンにおきましても、後ほど同じ動画がですね流れることと予定になっております。本日お忙しくて、ご参加いただけなかった方にもですね、一言お声掛けをいただいて、ご覧をいただければというふうに思います。本日のテーマにもございましたように、多くの日本の課題があるかと思います。全国の皆さんが多くのその課題について、興味を持たれております。私もその一人でございます。このような公開討論会は日本全国、300の小選挙区がありますが、この度151箇所で、開催をされるということを聞いております。このような公開討論会が、候補者の皆様と有権者の皆様のつながりがもっとつながっていくように、そして生の声を聞いてですね、政策本位の一票を投じる一助となればというふうに思います。そして脱無関心、政治への脱無関心、そして、投票率の向上につながっていけばという思いで今回の討論会を開催をさせていただきました。最後になりますけれども、愛する国日本、私たちのふるさと広島県が、引き続きですね持続可能な発展を遂げるよう、そういったきっかけになるような選挙になることを期待をいたしまして、閉会の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。それでは以上をもちまして、第46回衆議院議員総選挙広島県第4区公開討論会を閉会いたします。皆様お忘れ物のないようご注意の上、お気をつけてお帰りください。本日は誠にありがとうございました。停止されて、ここに押してもらいます。